ユオンド・ボルドは、13世紀のフランスの武勲士、また、フランスものなどに登場する人物。シャルル・マーニュの息子を殺害してしまい、難題を押し付けられた。1898年版の書籍、ユオンド・ボルドーの表紙へ、マニュエル・オラツィ・ボルドーは、もともとは、ギエンヌ公爵の息子であった。幼い頃に父を亡くしていたため、母の領地であるボルドーで生活していた。 ところが、シャルル・マーニュの息子シャルロとその関心が、ユオンとその弟を殺害して、ギエンヌを奪おうと計画し、弟に怪我を負わせた。そこで、ユオンは、相手が、シャルル・マーニュの息子と知らずに、シャルロを殺してしまう。はじめ、事件のことを知ったシャルル・マーニュはむしろ、ユオンの行為を称賛したが、殺されたのが息子だと知って激怒し、ユオンを殺そうとする。 ネモコリュニに修道院の院長らの取りなしもあって、ユオンは、スルタンの宮廷に行き、スルタンの食事中に姿を見せ、その近くにいる、最も身分のある品格を殺せ。そして、スルタンの娘にサンドキスをしろ。さらに、貢ぎ物として、スルタンの顎ひげひとつかみと、歯を四本持ってくれという条件と引き換えに許される、ことになった。これらの条件は、 実現不可能と思われるものばかりで、実質的に全く許されていないのであるが、ユオンはこれを受け入れた。旅の途中、ユオンは、妖精王オーベロンに出会い、象下でできた魔法の笛と魔法のカップを与えられた。この魔法の笛は、穏やかに鳴らせば、音を聞いた人間を踊らせることができ、強く鳴らせば、オーベロンが助けに来てくれるという便利な道具であった。魔法のカップについては、 善良な人が手に取ると、中に、ワインや食料が出てくるというものであった。イオンはこれで食料を調達する以外にも、出会った人間が善良であるか否かを判別する、試金石としての利用もできるため、魔法のカップはかなり重宝した。オーベロンの助けもあって、旅は、かなり順調に進んでいた。しかし、イオンは、夢で見たスルタンの娘の美しさに恋をしてしまう。 そのため、スルタンの宮殿で、イスラム教徒なら入っても良いと言われたとき、つい信者と偽って入場してしまう。後悔した、ユオンは、第二の門で自分が、キリスト教徒だと名乗り直して、先に進んだが、一度でもユオンが、キリスト教徒としてはずべき行いをしたため、その直後に危機に陥った、ユオンが角笛を吹いてもオベロンは助けに現れず、ユオンは監禁されてしまった。 しかし、監禁中のユオンは、やはり夢で、ユオンを見て惚れ込んでしまっていたスルタンの娘を、説得し、キリスト教徒に回収させることに成功した。さらに愛し合う二人は、一緒に逃亡することにも成功した。この時点で果たしていない条件は、スルタンの歯と顎髭の入手であったが、運よく、スルタンが死んでしまったため、ユオンらは、 死体から歯と髭を採取すると、美しい花嫁と共に帰国するのであった。バーノアズ教・キョウ、1533年没による、古めかしい英訳があり、出版社ウィンキン・でウォードによる、当時の印刷本も現存する。ブルフィンチ・サイワは和訳で読むことができる。このほかスティールのサイワ版。ビーラントによる、ドイツ本案、オーベロンも、原作のあらすじを、ほぼ継承する。 また、ウィーランドの作品を元に起こされた台本で、ウェーバーの作曲オペラ、オベロンも作られた。ありがとうございます。